どうも、かんちゃでございます。かんちゃでございますね。こんなの見つけてね、小泉一平ちゃん、唐揚げ醤油ラーメン。こういうの売ってたの。すごいでしょ。小泉一平ちゃん、あっちいな、ちょっとこれ、ぽっと、お湯が入ってるのね。小泉一平ちゃん、唐揚げ醤油ラーメンって入ってて、なんかすごい美味しそうなんで、思わず3つも買っちゃったっていうね。ビジュアル的にはこんな感じで、こうやってですね、こんな感じで、同じ。こんな感じでサムネイルは撮るわけでございますが、3つも買っちゃったんだよね。それでまあ3ついっぺんに食うわけにいかないので、俺は大食い選手権じゃないんだ。俺は見た目以上に小食なんでね。草食で小食でございます、僕ちゃん。それですね、ただ肉は食うけどね、別の意味で草食男子でございますが、じゃあ早速いただいてみたいと思いますね。小泉一平ちゃん熱湯を5分でございますんで、見てこの唐揚げ、この美味しさ。俺、唐揚げが大好きなんだよね。本当にですね。デブに唐揚げみたいな感じで。猫にまたたび、デブに唐揚げみたいな感じでございますね。はい、そんな感じでございますね。唐揚げがちっちゃい。謎肉よりちょっと大きいぐらいじゃん。なんかこの絵ではさ、なんかすごい唐揚げ、まあ、いいや、とりあえずお湯をかけよう。これ膨らむのかな。なんかさ、この写真ではさ、なんかすっげえ美味しそうじゃん。美味しそうなんだけど、実際の肉がちっちゃいんだよな。なんかすげえ、山のようにさ、鶏肉が入ってて、唐揚げ入ってて、これめっちゃ美味しそうだなと思って買ったんだけどさ、実際さ、お肉少なくね？なんか、美味しくないんだけどね。ただこれね、結構高いの。これ138円したんで、カップ麺ってやっぱさ100円ぐらいじゃん。これ138円したんで、やっぱり138円の価値は必要だよね。138円だからちょっと高めなんで、明星小泉一平ちゃんだから明星なんでね、あんまりまあね、変なことはしないかなと思って買ったんだけどさ、なんかまあ、だいぶ戻ってきたよね。ここでさ、こんなちっちゃいよ、唐揚げが。でさ、だこうやって、この画像通りさ、こうやって寄せてもさ、ほら、逃げる。こんな感じなの。こんな感じ。なんか寂しいな、これ。だから、美味しきりゃいいんだ、美味しきりゃ。なんか寂しくね、これ。スーパーでも結構美味しいね。ただ唐揚げがさ、ちっちゃいよな。しかもなんか唐揚げって感じじゃない。なんか唐揚げってよりね、まだきちっと戻ってないかもしれないけど、干しエビみたい。唐揚げってよりなんか干しエビみたい。じゃあ麺はね、まあ麺は普通だね。なんかさ、もうちょっとお湯きちっと吸っても、戻ったらちゃんと鶏肉みたいになるのかな。なんかね、干しエビみたいな味がした今。でもね、麺自体も美味しいしね、スープもね、なかなかね、あの焦がし醤油のね、いい香りがするよ、醤油の香りも。カップ麺としてはそんなね、悪くはない。ただね、なんかやっぱこの唐揚げがさ、なんか寂しくね。だいぶ戻ってきたんだけど、なんか寂しいな。普通の醤油ラーメンとしてはね、美味しい方だと思う。これで100円だったら僕は迷わず買う。なかなか
スープの醤油の香りは美味しい。ただ138円で、ちなみにこういうあのよく入ってるこの卵なんかも入ってますね。でも肝心の鶏の唐揚げはさ、ちっちゃ。これは鶏肉っていう感じじゃないよね。なんか、まあ鶏肉なんだろうけどね、多分なんか、まあ乾燥した鶏肉だよね。それをまあ戻したんだと思うんだけど、材料ね、カロリーが全部で406キロカロリー。あ、結構カロリーあるね。で、原材料名、油揚げ麺、植物油脂、食塩、香辛料、スープ、火薬は大豆タンパク加工品から。大豆白加工品唐揚げだ。あ、これ鶏肉じゃねえんだ。あ、確かに鶏肉ってどこにも書いてないや、表示。俺唐揚げって言うから結局てっきりさ、鶏の唐揚げだと思ってたらさ、どこにも鶏肉って確かに書いてなくて、唐揚げとしか書いてなくて、豚、ニンニク、ペッパー、旨味と刺激が食欲をそそるって書いてあって、あの豚って書いてあるよね、豚。それで唐揚げはね、これは大豆タンパク加工唐揚げだから、要するにこれね、大豆タンパクだから、要するにおからだよ。おからの唐揚げだよ、これ。もう唐揚げっていうからもうてっきり鶏肉だと思ってさ、先入観だったから鶏肉じゃないんだ、これ。まあ確かに鶏肉ってどこにも書いてないし、まあ確かに唐揚げっちゃ唐揚げだからな。まあ早とちりして買ったお前が悪いって言うけどさ、そうなんだ、これ鶏肉じゃねえんだよ。だから要するにこれ、まあ豆腐だよ、豆腐とか大豆だから、あのおからとかさ、ああいうやつの唐揚げだよ。そうか、そういうことか。で、まあこれは卵ね。あとネギが入って、でも大豆の唐揚げにしちゃカロリー結構高いね。量がちょっと多いのかな。まあ量はね、確かにちょっとたっぷりしてる感じはあるけどね。まあ唐揚げってことで、その油分がカロリー高いのかな。まあまあね、カップ麺にしちゃ美味しい。カップ麺にしちゃね、この醤油、特にこの醤油の香りがすごくね、いい。醤油の香りがすごくいい、立ってる。ただそうか、鶏どこにもな、鶏肉って書いてねえもんな。唐揚げ醤油ラーメンって書いてあるけど、鶏の唐揚げとは書いてないからね。だから唐揚げって言っても、まあもちろん鶏と限ったわけじゃないわけだから、そうなんだと思うんだけどさ、なんか納得いかねえんだよ。まあ確かにそう、なんか納得いかねえ、この納得いかないこの気持ちは何？確かに鶏とは、唐揚げとは書いてあるけど、鶏の唐揚げとは書いてないから、もう大豆タンパク、要するにおからとか豆腐みたいなやつだよの唐揚げだって偽りはないんだよ。それはおっしゃる通りなんだけどさ、で確かに醤油の香りもすごく立ってるし、麺もスープも美味しいんだよね。でもなんか納得がいかなくてさ、しかもさ、あと2つあるんだね。なんか納得いかないんだよな、この気持ち、このモヤモヤした気持ちは一体何。なんなんこのモヤモヤした気持ちはよ。まあだから鶏の唐揚げだと思って俺は3つも買ったわけだよな、当然。でも実際は鶏の唐揚げじゃなかったっていうことでさ、3つ買った後に気づいたっていう、このモヤモヤ感は何。でもまあ美味しいけどね。でも美味しいんだけどさ、美味しいよ。確かに美味しい。
確かに美味しい。それは認めろ。それはね、認めろ。確かに美味しい。で、まあ、138円っていうから、そんなめちゃくちゃ高いってわけではない。うん。138円っていうから、めちゃくちゃ高いものでもない。まあ、100円で買いたいけど、できれば、まあ、まあ、標準価格だよ。うん。でもなんか3つ買っちゃった自分がなんかバカみたいなんだよな。なんか自分でバカみたいなんだよな。うん。なんでだろう。これもやもやか。カエルちゃん。うん。まあそんな感じでね。うん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 。まあ、美味しかったっすよ。うん、美味しかった。ほんと美味しかった。うん。うん。うん。美味しかった。うん。ちゅうことですね。はい、以上になります。はい、最後までお付き合いいただきましてありがとうございます。どうも、すいませんでした。失礼しました。なんか納得いかないんだよな。うん。